プロレス界の小さな巨人、村浜武弘。本業はプロレスラーでありながら総合格闘技 K-1 と何でもこなす究極のマルチファイター。最大の武器はあの魔裟斗も翻弄した驚異のスピード。さらに一撃必殺の打撃も合わせ持つ、まさに小さな巨人。百戦錬磨のスピードスター、いざ出陣。本当ね、ポット的にはまだまだ上げないですね。こっちもやっぱやってきたキャリアがありますから、踏み台にはされないですね。ギャグの手がします。対するはリトアニアの闘神、レミギウス・モリカビュチス。格闘技が国民的人気を誇る東欧の国リトアニア。そんな格闘王国でレミギウスは徹底的にスピードと打撃を鍛え上げてきた。試合は常に秒殺 KO。 格闘技イベントゼストでも王者に輝いた若き天才が今宵その実力を見せつける。今のプラウスでたもの裏もの2つに乗せていきます。今のプラウステクニックよろしくです。音速の伊達天対決、スピードバトルを制するのはどっちだ。Heroes Middleweight Tournament, Remigius Morkevicius vs. Takehiro Murahama. Opener, 163cm, 68.1kg, Murahama Takehiro. お客さんを楽しませてなんぼ、プロレス界の小さな巨人、村浜武弘日本。赤コーナー、 168cm, 68.1kg、レミギウス・モリカ・ビュチス。前田明が惚れ込んだ素材、リトアニアの闘神レミギウス。レフリー・梅木義則、ジャッジ・平直之。ヒーローズ2005ミドル級世界最強王者決定トーナメント開幕戦、いよいよ村浜とそしてリトアニアのレミギウスの試合を迎えました。いや谷川さん、はい、とにかくこの2人は打ち合って蹴り合って打撃ですね。そうですね、2人とも得意なんですけど、でもその村浜選手がですね、今日作戦的にそのレミギウスがやっぱり打撃が得意なんでどう出てくるか、ま、あの村浜選手はマックスにも出るほど打撃うまい選手なんですけど、寝技も上手いですからね、まあ、2001年にはホイラー・グレイシーとも初めてのバーリトゥードで引き分けたこともあります。武将ひげが伸びた、体を絞ってきたプロレス界の小さな巨人、たった1人プロレス界からこの決定トーナメントに出ました村浜。相手はリトアニアの闘神レミギウス。レミギウスが様子を見るか、向かってくるか、打ち合い必死のこの戦いです。そうですね、これは本当に噛み合うと思うんですけどね、まあ、あるいはですね、どちらかが寝技に行くのか。なるほど、さあ来た、この膝には気をつけたい村浜。いきなり首根っこを押さえて膝をぶちかましていったレミギウスです。まだ22歳。本当にあの小さなミルコって言われてるんですけど、なるほど、本当にあの打撃を中心とした放送、右です、アグレッシブですね、はい、村浜もポッティのやつにはまだまだ負けないと、プロ格闘家生活12年目、30歳の村浜、うん、落ち着いてますよね村浜選手、キャリアあります、キャリア村浜選手はありますから、はい、まあ、やっぱりね、正人選手やらいろんな選手と戦ってますから、そうですね、白バク食ってるのは村浜選手だと。右一発ストレートから吹く、あでも体の、お左、体の勢いがありますね、左が伸びてきました。レミギウス168cm、村浜163cm、右ボディ膝、このスピードに村浜がちょっと戸惑っているか。村浜も寝技になっても1つ2つのパターンは持ってきたが、8割9割は今日は打撃できそうです。やはり打ち合いか、パンチ前ですからね、村浜選手は右左、打撃何もさせないっていう、これは恐ろしいですね。すごい左が当たりました。これが前田明が惚れ込んだ素材、9月7日有明レミギウス準々決勝進出。いや船木さん、はい、寝技の攻防まずまでなくでしたね。やっぱりあの回転力と体さばきがすごくいいですね。そうですか、次から次へとあの自分の持ってる技出しますんで、この速さはもう半端じゃないですね。この打撃はやはりこのトーナメントでも脅威となりますか。そうですね、優勝候補と見てもいいんじゃないですか。いやいや本当に優勝候補ですね。そうですか、プロレス界の小さな巨人村浜も谷川さん、まさか打撃でここまで ね
まさかいいの入りましたからね。左で村浜選手が打撃で負けるとは思わなかったんですけどね。そうですね、正人と打ち合い、そして今年の日本でも素晴らしい活躍でした。このフィニッシュの左です。完全に首がのけ取りました。綺麗な左です。そして左1ラウンド1分14秒。この KOC 村浜粉砕、前田が惚れ込んだ素材、リトアニアの闘神レミギウス、まさに戦う神のこの左、リトアニアのレミギウスが準々決勝へ駒を進めました。